はい、先々の元新潟人の飲酒動画です。今回はですね、こちら、これダイソーで買った、これポップコーンなんですけど、レンジで、5分間ぐらい熱すると、ポンポンポン、ポン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 とか言ってね、ダイソーで100円で売ってました。これでかい。ほら。ほら、こんなにいっぱい。で、さっきね、やったんですけど、すごい、結構美味しいです、これ。バター味。バターテイスト。うまい。うん。で、こちらです。喉越しの花泡。リッチ&フルーティーアルコール度数 6%。限定醸造。です。原材料が発泡酒、括弧麦芽とホップと大麦と糖類と大豆スピリッツ。大麦スピリッツですね。なんだこれ。こういうのさ、応募してればさ、俺結構金持ちになるんじゃないかな。毎日さ、こういう缶のやつ捨ててるけどさ、絶対さ、あれだよね。もったいないよね。こういうシールさ、応募して、毎日さ、使うやつさ、応募してればさ、割と金持ちになってるんじゃないか。意外に。喉越し括弧1点。応募は20歳以上。通信費接続料はお客様負担です。有効期限が12月31日。まあ、大体こういうのって、有効期限があるからな。あ、いいや、金ピー、カンピー。確かに泡が立ってますね。泡が3センチぐらい、ボワボワっと。うん、立ってます。喉越しのキャンペーンって何やってるの？キャンペーン。磯香る、本格石焼き鍋セット、シール12点コース。あ！シール1点コースもあるぞ、これ。マジで？シール12点コースが1500名様。本格石焼き鍋セット、これいらねえな。喉越し、1点セットが4500名。喉越しオリジナルジョッキセットだって。あ、これ、応募しとこう。これ、応募しよう。あ、いちいちこれ登録しなきゃいけないの。めんどくさ。応募にはキリンビール、キリンビグループウェブ会員サービス、マイキリンへの、会員登録だって。まあ、いっか。今度後でちょっと登録しとこう。うん。こういうのね、もったいないからね。俺、もったいない病でかかってるから。マジで。で、こういうのってさ、最近だとさ、この、QR コードで、できるんで、楽でいいんですよ、多分。オンライン、いちいちさ、はがきに貼ってさ、ほら、一昔前までさ、こういうのハガキに貼ってさ、専用のさ、応募用紙にさ、ハガキに貼ってさ、50円切って貼ってさ、やんなきゃいけなかったでしょ。もうそれがなくなってきてるんで、ただ今でもあるんだけどね。よくヤフオクとかで、もう12点セットみたいな、シールもう全部貼られてますみたいな、やつが、いわゆるシール集めましたみたいな。で、売ってますけどね。うん、まあ、めんどくさい人はああいうのを買った方がいいんだろうけど。まあ、俺、それで、それ昔、やったことあるんだけど、一切当たんなくてね。ヤフオクで仕方なく買って、そういうやつ5枚ぐらい買って応募したんだけど、一切当たんなかったんです。俺、運がないんで、本当に。リアルラックがね、ほとんど皆無なんですよ。そういったね、
くじ類にですね、ゲームとかだと、まあ当たるんですけど、割と。まあ普通ぐらいなんで。でもね、リアル系のね、検証とか、ああいうの一切ダメよね。うん。わざと試しないんで。うん。多分人生で一回も当たってねえんじゃねえかな。うん。出したら、下手したら多分人生でね、一回も当たってないかもしんない。そういった類の。もうだって、宝くじはまあ、当たんないけどさ。俺昔宝くじやってたんだけどね。なんだっけ。競馬だっけ。宝くじっていうか競馬か。なんとか5ってやつ。なんだっけあれ。うん。いわゆる1位のやつを5個当てるやつね。競馬のやつで。何？ウィン5か。あれやったんだけどね。うん。一切当たんないっすね、あれね。ダメです。でね、1ヶ月ね、1000円ぐらいずつずっと投資してやったんだけど、ふと気づいたんです。その1000円で、ね、酒買った方がね、有意義だなって、気づいた時にはね、もう遅かったですね。もうあれ2年ぐらいやったかな。喉越し生。結構美味しいですね、これもね。俺喉越し生あんまり嫌いなんだけど。あんまり好きじゃないんだけど、これは、美味しい。っていうのも、喉越し生の普通のやつは俺嫌いなんです。なんでかっていうと、大豆タンパクっていうのが入ってるからなんですよね。この大豆タンパクとか、エンドウ豆タンパクとかっていうのが入ってる、原材料に入ってるやつは、本当に恐ろしいほどまずいんですよ。だけどこれは、まあ、先ほど言ったように、原材料が発泡酒、麦芽とホップと大麦と糖類と大豆スピリッツ、しか入ってないんで、大豆タンパクは入ってないんですか。うん。大豆っていう、麦しか入ってない。麦芽とホップと大麦と糖類と大麦スピリッツだから、まあ、麦系しか入ってないんです。だから、いわゆる、第3のビールっていうのは、大麦とか麦、っていうのがほぼ大多数なんだけど、たまにこういう喉越し生みたいな大豆タンパクっていう大豆が入ってる。麦ですらないのが入ってるやつが稀にあるんですよ、ね。これが恐ろしくまずい。まあ、あくまで個人論。あくまで個人論なんだけど、でも結構喉越し生は売れてるんで、まあ好きな人が、割と多いんではないか。うん。この他にも、クソまずい例として、札幌の、ドラフトワンっていう、第3のビール史上、俺が最も大嫌いな、ゲロが吐きそうになったっていう。飲んだら、瞬間にゲロを吐きそうになったっていうレベルの、恐ろしいまずいのがあるんですよ。あれはもう受け付けないですよ。いわゆる女がさ、女性がさ、たまに言うんだけど、ダメ、生理的に受け付けない、とかさ、生理的にダメ、あの男は、とか言う。ムカつくよな。男で生理的に受け付けない女って言ってるやついないぜ。あいつら精神的に来るからな。女がさ、生理的にダメとか言うやつ。ああいう女絶対モテないからね。うん。生理的にダメとか言うね。まさにそれ。生理的にダメ。うん。あれ、喉越し生あれだな。
最近寒くなってきてね。今日は特に寒いね。最低気温が5度ぐらいで、最高気温が9度とかなんですよ。で、俺、冷え性なんで、恐ろしく寒いんですけど、今日ですね、アマゾンじゃねえや、ダイソー行ってきたんですけど、寒かったっすね。でもね、ダイソーでね、200円商品なんだけど、なんだっけ、湯たんぽ買ってきましたね、湯たんぽ。で、今ね、沸騰したお湯入れて、布団の中に入れてます。湯たんぽってさ、いわゆるそのまま抱いて寝るっていうよりは、まあそれもいいんだけど、俺基本的に足が寒いので、足のあたりに置いといて寝るとかね。もしくは、布団自体を温めるっていう、まあ、なんていうの。布団暖房材みたいな。よくあるじゃないですか。まあ、ああいうのって、結構売ってるよ。で、意外と、最近のやつは本当に省エネで、全然、アマゾンで前見たんだけど、全然、光熱費はかからない。電気代がかからなくてね。いいやつが多いんですけど。まあ、あれが3000円ぐらいで売ってるかな、布団用っていうか、なんか平べったい布みたいなので、で、まあ、いわゆる床暖房的な感じの雰囲気の、あれね。そういうやつ。あれ、喉越し、キリンのサイトにないんだけど。はぁ。花泡。キリンのどごし花泡、期間限定で発売。当社初、ホップを発酵中に漬け込む新製法で華やかな香りを実現。ホップを発酵中に漬け込むか。キリンビール株式会社、社長、伏瀬康介は、新ジャンル市場で ご好評いただいているキリンのどごし生から、花泡を11月21日から、期間限定で新発売。あれ？これ今11月20日なんだけど。あれ？俺買ったの2日前ぐらいなんだけど、普通に売ってたな。どこで売ってたの？コンビニだったと思うな。先行販売かな。キリンのどごし花泡は、冬の特別な食卓にぴったりの華やかで上質な味わいとデザインが特徴の期間限定商品です。フルーティーなカスケードホップを、発酵中に漬け込むことで苦味を抑えてホップの香りをきれいに付与しました。さらにみずみずしい香りと、が特徴の国産凍結ホップも一部使用することで、華やかで厚みのある香りに仕上げます。結構美味しい。泡もね、すごいね、さっきもうなくなっちゃったけど。結構濃密な泡で。まあ、俺は泡嫌いなんだけど。まずくはない。で、そこそこ香りも確かに立ってる。まあ。で、アルコール度数も 6% 高め。これもでかいですね。
事前に実施した調査では、心地よい喉越しとフルーティーな味わい、コクがあり、リッチで上質。華やかで、爽やかで美味しいなどの声をいただいており、華やかでリッチな気分をお楽しみいただけます。喉越しシリーズ期間限定商品は、ごくごく飲める美味しさや、家族や仲間で楽しむ親しみやすさ。なるほどね。中身について、当社新ジャンル商品では初めて、発酵中にホップを漬け込む製法を採用し、苦味を抑えてホップの香りをきれいに付与しました。フルーティーなカスケードホップと、みずみずしさが特徴の国産凍結ホップを一部使用することで厚みのある香りを実現しました。少し高めのアルコール度数 6% でありながら、ボディ感と華やかさ、爽やかさの両方を実現しました。まあ、個人的には、普通にうまいっていうのと、まあ、俺は泡はいらないんだけど、まあ、泡、一般的に見て泡ですね。第3のビールでここまで泡がボリューミーなのもなかなか珍しい。まあ、大体普通の第3のビールって、俺いつも注ぐときって、こうやって斜めにして、なるべく泡が立たないように注ぐんですよ。なんでかっていうと、俺泡嫌いだから。だけど、そのくせして泡が3センチぐらい立ったんで、2、3センチ立ったんで、どうなんだこれって思ったんですよ。で、割と泡も濃密だったっていうのもあるし、何より、第3のビールで珍しいアルコール度数 6% っていう、まあ珍しいっていうよりは、まあどうなんですかね。まあ珍しい、まあ珍しいかな。まあアルコール度数が 5% じゃないっていう 6% ってなると、まあなかなか、あれっすね。で、大体アルコール度数が大体上がっていくと、同時にえぐみが、えぐかったりする商品が結構あるんです。まあ、いわゆる簡単に言うと、まずい。アルコール度数が上がるにつれて、まずくなるっていう傾向にあるんですけど、特にそんなことはない。普通にうまく飲めるっていう、まあ、点を、まあ、なかなか、あれですね。よしですね。まあ、どうせ俺も、クリスマスとクリスマスイブなんですけど、全く予定はないので、まあ、本来なら誰かとね、女の子とセックスしたいんですけど、セックスする相手がいないんで、もうどうしようもないので諦めました。なんで、こういう時はもうこういうね、アルコール度数高いやつで、飲んで、もう忘れようっていう。もう今年は何もなかった!今年はもう何もない!なかったっていう。特に、なかった!いいね!みたいな。特に何もなかった!いや、何もなかった!いいね!みたいな感じで、年を終わりたいんですよ。僕は、終わりたいんですよ。特に何もなかった。っていうね。いや、いいことも悪いことも何もなかった。いいねっていう意味でね。3344です。ご視聴ありがとうございました。